それは私が聞きたいです。先輩、すみません、その顔で近寄らないでください。絶対狙ってますよね。額に落書きが。真面目な顔しないでください。もういいから早く顔を洗ってください。目の周りにインクが。タオル、私の使っていいですよ。いえ、別にこれくらい。もっとゴシゴシ拭いた方がいいですよ。あ、はい。少し赤くなってますけど、ちゃんと落ちてます。いえ、どうせ使いますから、そのままで。お気遣いなく。それなら良かったです。じゃあ私はそろそろ失礼します。早すぎ。え、なんで落ちてるの？アイちゃんが？そっか、じゃあアイちゃんにちゃんとお礼を言わないとね。楽しみに待ってたのに、ニーニーったら顔も洗わずに出て行っちゃうんだもん。ミャーが必死で呼んでるのに全然止まってくれないしさ。え、じゃないよ、まったくもう。朝からすっごく汗かいちゃったよ。ニーニー、聞いてるの？ニーニーが福引きのことを忘れちゃわないようにだよ。
もうチャイム。ニーニ、急がないと遅刻になっちゃう。それと忘れないうちに福引きでハワイを当ててきてね。ニャーとの約束なのだ。あれ？こんなところで何してるの？ああ、そうなんだ。え？大丈夫？不思議な人ね。だって投げた人じゃなくてその行為に対して怒ってるんだもん。ちょっとね。ああそうだ、私、頼まれ事があったんだ。うん、話の途中でごめんね。お大事に。
何がよしなんですか？別に驚かせたつもりはありません。それより、そのハンカチってあの先輩のハンカチですよね。でしたら、知ってる先輩なので私から渡しておきますよ。それじゃ私急ぎますから、失礼します。